プジョー5008は、プジョーが製造、販売するミニバン、または SUV である。2009年、初代シトロエングランド C4 ピカソのコンポーネンツを流用した3列、シートミニバンとして登場。当初は MT のみだった。6速 AT の登場を機に、日本市場でも2013年2月から販売が開始された。2013年2月25日、 販売開始。プジョーブランドとして、日本市場に初めて導入されるミニバンとなる。ラインナップは、5008プレミアムと5008シエロの2種類で、1.6リットル直列、4気筒ターボエンジンに6速 AT を組み合わせ、前輪を駆動する。2014年2月18日、マイナーチェンジを発表、同年3月3日に販売開始。フロントマスクには、 LED ポジションランプが内蔵されたフロントヘッドライトやクロムで縁取られたフォグランプを採用。また、グリルの上部にプジョーのレタリングを配した。リア後期型フロント中国使用2016年9月29日から開催されたパリモーターショーにて初公開。先代のミニバンスタイルから一転 SUV スタイルへと変更された。ただし、4WD はなく、 FF のみである。EMP にプラットフォーム採用の2台目3008をベースにホイールベースを 165mm 延長している。仙台同様3列シートである。また2列目は3座独立シートである。なお、DS オートモビルズの DS7 クロスバックは5008をベースとした兄弟車である。インテリアには i イコックピットを導入。 人間工学に基づいたヘッドアップインストルメントパネルやタッチスクリーンも採用されている。2017年4月に3008と共に発表され、同年秋の発売予定とアナウンスされた。ラインナップは1.6リットルガソリンターボエンジンを搭載したアリュールと2.0リットルディーゼルターボエンジンを搭載した GT ブルーディの2種を予定。2017年9月25日。 販売開始。導入されるのは、アリュールと GT ブルーディの2種類で、前車には1.6リットルターボガソリンエンジンが、後車には2.0リットルターボディーゼルエンジンが、搭載される。共に、トランスミッションには、E トロックと呼ばれる6速 AT が組み合わされ、駆動方式は FF のみとなる。2018年7月19日、クリーンディーゼル搭載グレードについて、 従来の6速 AT から8速 AT へと変わった。2018年11月29日、特別使用車5008クロスシティを発表し、同日販売を開始。アクロ走破性を向上させるアドバンスドグリップコントロールやアルカンターラとテップレザーのコンビシート、ハンズフリー電動テールゲートなどを装備する。2019年5月21日、 改良型ガソリンエンジンを搭載したアリュールを発売。従来の1.6リットル直列4気筒、ピュアテックガソリンエンジンを改良し、欧州新ハイガス規制ユーロ6.2に対応。従来型比で最高出力 15PS、最大トルク10ナノメートル向上し、最高出力 180PS、最大トルク250ナノメートルを発揮する。 ICAW 製の発足 AT は3つのドライブモードが選択可能でエコモードでは条件が整った際アクセルオフ時にクラッチを切り燃費改善を図る2019年12月9日特別使用車 GT ラインブルーディを設定し同日販売開始2020年6月1日特別使用車クロスシティブルーディを設定し同日販売を開始 アクロ走破性を向上させるアドバンスドグリップコントロールやアルカンターラとテップレザーのコンビシートハンズフリー電動テールゲートなどを装備する2021年1月27日大幅なマイナーチェンジを行い販売開始シートを刷新することで乗り心地と質感が向上1.6リットルガソリンターボエンジンは燃費性能を改善し WLTC モードで 15.6kmL、JC08 モードで 17.5kmL と大幅にアップした。エクステリアではフレームレスなフロントグリルや新世代プジョー共通のセーバーと呼ばれる牙状の LED データイムライトを採用した。ラインナップは2.0リットル直列4、筒ディーゼルターボエンジンがアリュールブルーディ、GT ブルーディの2種。 1.6リットル直列4、気筒ガソリンターボエンジン GT の計算種類。ありがとうございます。